服で同じもの作るまで帰れません。イエーイ。今からあるお題を出すから、それぞれ連想するものを建築してもらいます。お題に対して4人が同じものを作り揃えば終了。1人でも違ったら永遠に終われません。ポッピンズのチームワークなら絶対揃うっす。1つ目のお題は何？まずはマイクラといえば、それではスタート。みんながどんなもの作るのか気になるって方は高評価とチャンネル登録お願いします。マイクラといえば、まず最初に出会うこれだよね。私の作るあれに出会うと最悪のことが起こるんだよね。誰もが一番最初に作る絶対必要なあれを作っていくよ。やっぱり建築っすよね。手っ取り早く大量に採掘するためにはこれっすよね。はい、そこまで終了。マインクラフトといえばこれでしょう。確かにゾンビって一番最初に会うっすね。マイクラでまず見かけるもんね。まさかのモブキタか。え、私だけ違うのかな。っていうか頭も体も作って陰影までやって超こだわってるよね。それでは気になる2番手、まーちゃん。私が作ったのはあの緑のシルエット、ゾクリーパーか。敵キャラっていう点では揃ってたよね。マイクラ一チャーミングで憎めないモブっすよね。バナオくんもさっきから共感してるし、みんな敵キャラなのかな。なんでココちゃんあんなに悲しそうなんだろう。まさか私はこれだと思ったんだよ。ツルハシっす。あー、私もツルハシとクリーパーで悩んだ。ダイヤモンドをふんだんに使用した全マイクラプレイヤーの憧れの代物っす。さっきからバナオくんみんなに共感してるけど、一体何を作ったんだろうね。バナオくん何作ったか忘れたっす。あ、そうそう、 TNT っす。 TNT? みんなと全然違うじゃねえか。みんなと合わせる気この TNT があれば敵も倒せるし、一気に採掘もできるし、万能アイテムなんすよ。 TNT 最高だっす。続いて次のお題は、学校に絶対あるものといえば何。どの教室にも絶対に一つあるあれを作るよ。学校といえば何かを教わる場所、絶対にこれが必要だ。学校で絶対見るはず。学校で楽しみといえばこれしかないっすよね。はい、終了。そこまで。学校といったらこれでしょ。どれやねん。黒板でしょ、やっぱり。黒板ね。確かに学校にいる時間のほとんどは黒板を見ているっす。続いて2番手はまーちゃん。私が作ったのはこれ。これってもしかして黒板。カッシー君と私は一緒だね。さすがまーちゃん、分かってるね。この調子で3番目、ココちゃん。はい。ココちゃんが気まずそう。私はこれだと思ったんだよ。時計です。そんなバナナ、どの教室にもあるし、みんなの目に入るから絶対これだと思う。取り直してバナオくんが何だったのか見に行ってみようよ。オイラは学校といえばこれが楽しみだったっす。もしかしてこれってさ、みんな大好き給食。その通り、学校の人気ナンバーワンメニューといったらカレーライスっすよね。サラダで栄養もしっかりとって、締めにはとっておきのバナナっす。すっごい美味しそうけど、なかなかやっぱり合わないね。次のお題は動物園だ。やっぱり動物園の主役といったらあれでしょう。大きくて力持ちなあの子を作るよ。何より迫力があって一番目立つあの子がみんな大好き。
とにかくかっちょいいあいつを作るっす。はい、終了。動物園といえばこれだよね。ゾウさんだよね。え、だよねってことはもしかしてもしかしてゾウさん？おへえ。ねえねえ、次私の見に行こうよ。私が作ったのはゾウさんです。やったー、これで二人揃ったね。ゾウさんか、うん、次次行ってみようよ。ゾウさん、ゾウさん、お鼻が長いのよ。ライオン、ゾウさん匂わせてたぞ。ライオンって最高だよね、バラホ。ライオンは百獣の王だからね。最後カッシーの見に行ってみようよ。動物園はこれを見るために行ってると言ってもいいでしょう。これはもしかしてライオンさん。続いて次のお題は遠足といえば作るぞ。遠足ってついつい楽しくて遊び疲れちゃうからやっぱりこれが必要だと思うんだよね。遠足の時は特別なあれを持って行ったりするよね。遠足の休憩時間といえばこれだよね。友達と交換したりしても楽しいよね。よし、そこまで終了。遠足といえば絶対これだと思うんだよね。お弁当です。かわいいキャラ弁だね。卵焼きにタコさんウインナー、オムライスにエビフライ、なんて美味しそうな弁当なんだ。遠足の一番の楽しみといったらやっぱお弁当だよね。ねえ、次は私、私が作ったのはこれ。これはサンドウィッチ。そう、サンドイッチ弁当を作ったのってことは一緒だね。さすがまーちゃん、わかってる。今回はいけるかもしれない。やっぱり遠足といったらお弁当だよね。やったー、これは日の丸弁当。初めて3人とも揃ったね。ねえ、残るはバナオくん、あと1人。バナオくんの遠足といえばこれっす。遠足にバナナ。これはバナオくんに聞くしかない。バナオくんにとってバナナは弁当なのか、それともおやつなのか。おやつさ。そろわず。次のお題は家に絶対あるものといえばこれでいきましょう。家にあるものといえば絶対これっす。僕の家にあるものの中で一番大きいものにしよう。オッケーオッケー、一番大きいもの分かった。あれだよね。あれしかないっすね。終了。家にある一番大きいものだからみんな分かってるよね、うん、これだよ。分かる。確かにカッシーくん家に行った時これも大きかったよね。カッシーくんなら絶対これ作ると思ってた。家に絶対あるものといえばこれでしょ。冷蔵庫です。やったよし、じゃあ次はおいらのバンス。バナオくんノリノリだね。バナオくんの作ったのはこちら。うん、トイレっす。冷蔵庫の匂わせは何だったの。って無駄に凝ってる。一応まーちゃんのも見てみようよ。私はカッシーくんちにある大きいものを作ったよ。テレビです。テレビか、家のよりちょっとでかいじゃん。次のお題はお祭りの屋台といえばこれ。男の子も女の子も絶対好きだと思う。うん、同じく。絶対一回は食べたことあるあれだよね。あれがあれで、あれだとさ。大丈夫かな、バナオくん。信じよう。終了。ご覧ください、当たってくれ。おーうわー、終わった。これ終わったって声が聞こえたけど、リンゴ飴。そうです。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。この感じ、ココちゃん来てんじゃない。屋台といえば誰もが食べるこれ。やったー、これだよね。次は私、これです。これはなんだ。たこ焼きです。あー、たこ焼きか。よし、次のお題行ってみますか。いやいや、待って待って。バナオくん行ってみようか。はぁ、しょうがない。
おいらのはフライドポテトです。ポテト来たか、ここで。今度はさ、バナオくんがお題を決めるのはどう？バナオくんに合わせるってことだよね。そう、それは絶対いける。それじゃあ運動会といえばでやってみるっす。オッケー。バナオくんなら絶対選びそうなあれがあるよね。あれだね。運動会といえばあれしかないっすよ。うん、まあこれは迷いもない。バナオくんに合わせていくからね。バナオくんが選ぶものを考える。あれですよ、あれ、あれしかないんです。終了。あ、もうそろそろ本当に終わりたいっす。まー、あ、ちゃん、ココちゃん、バナオくん、今見てくれてるみんな、これを思い浮かべたでしょ。運動会といえばこれです。おー、これは何かしか。これはリレーです。おー、本当に走ってゴールのテープを切る寸前なんだね。本当だ。そう、砂ぼこりまで舞ってるね。うん。私がいいな。カルです。なに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 。おー、はちまき、バト、このポーズリレーです。ありゃまー、この調子でいけば合うんじゃないの、バナオくん。ココちゃん、自信満々でお届けするよ。絶対これで来たも。すごい走ってる感じ出てるし、でも躍動感あるよね。すごい、これは超大作です。ありま、ねえねえ、バナオくん。よし、バナオくん行ってみよう。バナオくんの作品はこちらです。頼むぞ。お願い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 。何これ、何これ。運動場じゃない。位置について、よーい。運動会といえばリレーだったよね。やったー。はい、ということで運動会といえばリレーで一致しました。イエーイ。ポッピンズのみんななら絶対揃うと思ってたって思ってくれたら評価とチャンネル登録お願いします。みんなは運動会といえば何を思いついた？コメントで教えてね。それじゃあまた次の動画でねー。